皆さんこんにちは。今回は南海5万系ラピートが仙北ライナーに充当されるということで、今回は仙北高速鉄道和泉中央駅に来ています。この特急仙北ライナーは和泉中央駅から仙北高速鉄道を通り、中本駅で南海高野線と合流、そして難波駅まで向かうという片道約30分の特急列車です。本来仙北ライナーとして使用される1万1000系特急が、今回南海高野線の高野号林間号へ充当されることとなったので、その車両の代走として今回この車両が使われることとなっています。運行開始から数日は経っていたんですけども、結構人が集まっていて、この電車が入ってきた時は歓声が上がっていました。仙北ライナーの幕が搭載されていないので、このように特急表示となっています。それでは早速乗車していきます。それでは車内の紹介をしていきます。まずこちらがラピートで一番座席数の多いレギュラーシートです。2プラス2の配列で、在来線特急と同じような仕様となっています。続いて今回利用したスーパーシートです。本来は座席指定券の他にスーパーシートの追加料金がかかるのですが、この仙北ライナーではそれがかかりません。なのでかなりの乗り得座席となっています。まずは座席の特徴なんですが、こちらシート間隔、シート幅、両方とも東海道新幹線のグリーン車よりも広いということでね、なかなかすごい座席となっています。今回の座席更新で背面テーブルが取り付けられました。このように倒してパソコン作業をすることなどができます。そしてこのように肘掛けにはドリンクホルダーが付いています。背面テーブルが付いた代わりにサイドテーブルはなくなっていました。ラピートといったらもうめちゃくちゃ大きい窓です。こちら広角モードで撮影しているんですけども、それでも収まりきらないというような大きさです。こちら座席を倒した様子なんですけどもね、もうどうぞどうぞくつろいでくださいとね、言われているぐらい倒れます。デッキにはこのようにソフトドリンクの販売がされています。さあ少しトイレに行ってきまして、自分の席に戻ろうとしているところなんですけどね、こちら4号車のドアだけなぜかね、自動で開かないんですね。そしてこのようなことが書かれています。これより先、荷物積み下ろし中の通行はご遠慮ください。一体これどういうことなんでしょうか。さあ、ドアを開けて中に入ってみると、このように左右両方にですね、謎のシャッターがあるんですね。こちらは何のシャッターかと言いますと、昔難波にあるオーキャットというところで、空港のチェックインができたんですね。そしてそこで荷物を預けて、このシャッターの中に荷物を入れて運んで、そのまま関空から飛行機に乗ることができるっていうね、とても便利なサービスがあったんですね。で、このシャッターはその時の名残というわけです。それでは17時2分和泉中央駅を発車です。光明池、戸上北、泉ヶ丘、天ヶ茶屋、新間宮と泊まって難波へ向かいます。そしてホームの端では鉄道ファンの皆さんのお見送りです。さあ出発してすぐ結構速度を上げてきました。やっぱり高架線で線形が良くて駅間が長いので速度を出しやすいんだと思います。最高速度は110キロだそうです。さあまず停車しましたのは光明池。この時点でもう堺市に入っているんですよね。ここから先は堺市を縦断して難波まで向かいます。
に止まります。さあ、続きましてこちらが戸賀三木田駅です、ね、こちら戸賀と、ね、三木田の間にこの点が入っているというなかなか見ない駅名だと思いますね。そしてね、これも結構難読ですよね。皆さんは読むことができましたか？泉ヶ丘も過ぎまして、こちら今通過していますのが深井駅です。仙北高速では珍しくこちら通過駅となっています。さあ、深井駅を出まして今地下に入っているんですけども、さあ、ここからだんだんと地上へ出てきました。そして地上に出てきまして、こちら目の前に見えている線路が南海高野線です。ここ中本駅で南海高野線と合流して、ここから先難波まで向かいます。そして今通過しているのが御堂筋線の始発駅でもあります中本駅です。こちらね、ターミナル駅なのに通過とね、なかなかね、珍しいような気もするんですけど、多分御堂筋線にお客さんが流出するのを防ぐとか、あとはまあ、仙北高速を利用するお客さんのためにこの特急が走っているということなんだと思います。今通過していますのが JR 阪和線との乗り換え駅でもあります三国ヶ丘駅です。そしてこちら三国ヶ丘駅を出てすぐね、なんだかここね、木が結構生い茂っているように思われるんですけども、こちらはですね、数年前に世界遺産にも登録されました、こちらが大仙陵古墳でございます。そして現在通過していますのが堺市の中心部であります堺東駅。さあ、この電車は堺市の主要駅もね、ボンボン通過していくということでね、さあ次はどこに止まるのでしょうか。岸里玉で駅を通過しまして、ここで南海本線と合流しました。ここから先は難波まで復々線が続きます。今回ですね、乗っててちょっと感じたことをですね、皆様にお伝えしたいと思うんですけども、やっぱりね、スーパーシートはね、混んでるんですけども、レギュラーシートがね、あんまり乗っていないという印象でした。で、これが僕乗ったのが土休日ダイヤの上りの難波駅だったんで、まあこの時間帯なので、まあ少ないのかなというふうに思っていたんですけど、これ下りもね、ほぼ同じ感じだったんですよね。まあだから多分日常的に使っている人があんまりいなくて、どちらかといえばラピート目的の人のが多いのかなといった印象です。まあ今回ね、乗ったのが土休日なので、まあ平日だったら全然違う風になってると思うんですけど、まあ今回乗ってみた感じでの現状はこんな感じですよというふうにお伝えはさせていただきます。そして次に到着しましたのが新今宮駅。こちらは大阪環状線、大和路線に乗り換えることができます。現在見えていますのが難波パークスという大きな商業施設。かつては大阪スタジアムという大きな球場がありまして、こちらは南海、近鉄、松竹の3球団が本拠地として使用していました。そして終点南海難波駅に到着です。高野線ホームにラピートが止まっているということでね、結構多くの人が振り返っていまして、写真を撮っていらっしゃる方も結構いましたね。こちらが清掃作業の様子です。さあ、座席はこのようにボタン一つで自動回転するようになっています。こう一斉にね、座席が回っていくとこを見るとなかなか興奮しますよね。それでは出発を見送ってお別れとしたいと思います。
ご視聴いただきましてありがとうございました。次回の動画も見ていただけると嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。